必ずやろう日本最高浅香豊です。今世界的にエネルギー価格がバンバンバンとこう上がっているというのは皆さんご存知ですかね。特にヨーロッパではですねすごく深刻で、天然ガス価格とかってねもう恐ろしいことになってたりするんですね。昨年の5月にですね天然ガス価格はですね底値をつけたんですけれども、それから今やブワーッと上がっていって、なんと価格は10倍以上に達しているという恐ろしい話になってるんです。でこのことに関しての原因って、いくつか世間の中で語られていることがあるので、まずそれから紹介しますが、まず一つ目は去年の年末から今年の初めにかけてのこの冬の時期がものすごく寒くて、それでですね天然ガスをバンバン高ざるを得なくなったっていう形で、ね、天然ガスを先にいっぱい使っちゃったということがあるということが一つ言われます。その寒さはですね春先になったら和らぐかといったら、今年の場合はあんまり和らいでくれなくてですね、でそれでもって寒い状態が割とこう継続してきたみたいなことがあったりするんですね。でまたヨーロッパというのは風力発電が多いことでもよく知られていますが、この風力発電がですね、偏西風が弱いことによって、ね、発電量が下がってしまったというようなこともあり、そうすると電力でですね、こう天然ガスの発電とかをやって賄わないといけないっていうこともあってですね、そうすると天然ガスがまたそこでガーッと使われてしまったというようなこともあるわけです。で、天然ガスというのは、長期的に安定的な、大体このくらいの価格みたいなので、こう安定的にビーッとこうやれる、そういう年間契約みたいな、こう長期契約みたいなものでですね、とにかく安定してこう、入れてもらうっていうことも、やるんですけれども、これってね、割とこう最低レベルにしておいて、その都度ですね、必要な量がそこよりも上のところって出てくるじゃないですか。でそういうのをスポット価格っていうんですけどね、その場その場でスポッ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 っていう形で取引するって思ってくれたら分かりやすいかななんて思うんですけれども、そういうスポット取引ということをやって調達するっていうことをやります。でこのスポット価格がさっき言ったように10倍以上に値上がりしているということで、ヨーロッパは悲鳴を上げているということになるんですね。さて EU 諸国というのは使っている天然ガスの4割をロシアから輸入してるんですね。でロシアからヨーロッパに天然ガスがこう入ってくるって言った時に、ね、この間にですねウクライナっていう国がありますよね。でこのウクライナっていう国がなかなかくせ者でして、お金がないって言ってですね、ロシアに天然ガスの、使用料金をちゃんと払ってくれないってことが起こったんですよ。それでロシアはですね、怒ってですね、お前らに渡す天然ガスはねえと言ってですね、このパイプラインを通ってヨーロッパに送る時に、ね、ウクライナに渡す分を削ってですね、で、それでもって、ね、そのパイプラインでヨーロッパに天然ガスを送るっていうことをやったことがあります。で、当たり前なんですけれども、ね、そうですね、私たちお金払ってなかったから天然ガスもらえなくても仕方ないですよね、なんて、ウクライナの人が考えるわけないじゃないですか。だって、それがなかったら暖房が使えないんだから、みんなですね凍え死んじゃうっていうことになっちゃうわけですよ。なのでそんなこと知ったことかと言って、ウクライナがその量が減っているはずのパイプラインのところから天然ガスをガンガンガンと引き抜いて、その結果ですねヨーロッパに送られる天然ガスが減っちゃって、ヨーロッパがですねこうてんやわんやになるという、そういう事態を引き起こしたこともあるんですね。それでですねロシアは
もうウクライナを経由しないパイプラインを作るべきだということで、ノルドストリームという別のパイプラインを作りました。これはロシアの北の方からドイツに向けてですね、ここにバルト海っていう海があるわけですが、この海のこう海底を使ったこういうパイプラインを新しく作って、ね、ノルドストリームというパイプラインで、天然ガスを送るようにしたんですね。そして今、このノルドストリームをもっとね、強化しようということで、ノルドストリーム2という、新しいパイプラインが、まあこの間でもう一本引かれたんですよ。ところがこのノルドストリーム2も完成してるんですけど、本当にこれ使っていいのかという議論がヨーロッパの中では湧き上がってるんです。なんでかって言ったら、さっき言いましたようにヨーロッパは天然ガスのすでに4割をロシアからの輸入で賄ってる状態なわけですね。これがこのノルドストリーム2が通ることによって、ヨーロッパに対するそのロシアの天然ガスの供給量って全体の6割とか7割とか場合によっては8割とか、そういうことになりかねないってことになるわけなんです。これって経済安全保障っていう見地で考えるとめちゃめちゃ恐ろしいことですよね。ロシアがドットルお前のところに天然ガスを送るのをやめるぞと言われた時に、それに代わる供給源がないってことになると、一気にヨーロッパは首が締まることになる。その状態になるとロシアに対して歯向かうことがなかなか難しくなるという議論があってね、それですね、このノルドストリーム2も完成してるんですけど、運転させていいのかどうかっていうのがわからんという話になってます。で、それでですね、今のこの天然ガスのそのバカ上がりっていうことっていうのを、ロシアがね、わざと供給量を絞る形で早く結べと言って圧力をかけているんだと言ってロシアを非難する声がヨーロッパの中で湧き上がってたりするんですね。で、私ね、この話を聞いた時に、なるほどってそこそこ納得してたんですけれども、でもどうもね、調べてみるとそんな話は単純じゃなくて、実はロシアはですね、天然ガスの供給量をね、4割も増やしてるということが分かったんですよ。つまりで、ロシアが4割天然ガスの供給量を増やしても、それでも全然足りないよみたいな話になってるんだっていうのが、それがどうも真実らしいんですよね。で、そうするとロシアを一方的にね、こうなじるというのは、どうもあんまりね、ちょっとフェアではないんじゃないのなんていうふうに思ってたりするわけです。さて、 EU 以上にですね、これが厳しい状態にあるのがイギリスってところで、もうこれもね、複合的にいろんなことが重なっています。イギリスにとってものすごくこうきつかったのは、フランスとですね、イギリスとの間に送電線があって、フランスで発電したこの原子力発電の電気がですね、イギリスにボワーッとこう送り込まれるようになっているんですけれども、この送電線が、原因不明らしいんですけどね、動かなくなっちゃったということがあるので、いざという時にはフランスからもらえばいいなんて思っていたら、フランスから届かなくなっちゃったという、おぞましいことによって今イギリスパニック状態みたいなことになってるんですね。で、イギリスはですね、まあ電力とかガスの自由化というものがこう行われたがために、まあ小さい会社含めてね、まあ50数社、そういうガス会社が生まれたんですけれども、じゃあ自由化したからって言ってね、値段を自由に釣り上げていいって話になるかって言ったら、まあさすがにそういうわけにはいかないですよね。それで値上げの上限キャップ制っていうんですけどね、まあそういう形でこれ以上は上げちゃいけませんよっていう規定のもとに、まあ自由化したんですけれども、
さすがに天然ガスの価格が10倍にまで高騰するって言って値段を転嫁できないってことになったら、もうガス会社やっていけないじゃないですか。でその結果としてガス会社がですね、バカすかバカすか倒産するという事態に陥っていて、どうもこの冬迎える頃にはですね、6社から10社ぐらいまで減るんじゃないかというぐらいに、もう厳しい状態に追い込まれてるんですね。天然ガスの高騰で肥料工場とかに対してもすごい影響があるだけじゃなくってですね、天然ガスを燃やした上でできる副産物の二酸化炭素ってあるじゃないですか。この二酸化炭素が今不足してて、これがイギリスでですね、大きな問題をいっぱい引き起こしているんですね。で、例えばですけれども、野菜とか果物の生産をやるときに、ね、そのビニールハウスの中にですね、二酸化炭素を入れて二酸化炭素濃度を高めてやると、ね、味も良くなるし、収穫量もぐんと増えるわけなんですよね。で、そういう形で二酸化炭素を使いたいのに、ね、そこにぶち込む二酸化炭素がないとか、ね、あるいはその、豚とかをね、屠殺するときに、ね、なんか一旦二酸化炭素って気絶させるみたいな感じのことをやるらしいんですけど、まあそういうことができなくなっているとか、ね、で、ビールに入れる二酸化炭素がないとか、ね、なんかもういろんなところでこう二酸化炭素不足によって様々なその産業に影響が出るみたいなことまでイギリスでは起こっているようです。こんな感じで、まあ今までいろいろ説明してきましたけれども、実は今まで説明してきたのは割と表面的な話でして、この奥にはもっと深刻な話があるんですね。で、それって何ですかと言ったら、いわゆる脱 CO2 の激しい動きのせいということなんです。で、最近 SDGs ってよく聞きますよね。で、環境にいいことやりましょうみたいな感じのことが、ね、これからの投資はそういうことも考えないといけないんですみたいな感じで、なんかね、一見しては、ね、なんか、パッと見ではね、割といいこと言ってんじゃないのみたいに、まあ世の中で受け取られてたりするんですけれども、これはですね、はっきり言いますが、経済的には最悪だと僕は思っています。この SDGs の流れによって、化石燃料への投資、特に石炭に対する投資というのが、全くできなくなってしまいました。ね。銀行とかがそういう、例えば石炭火力発電所に、投資しますとか、あるいは炭鉱に投資します、そのお金をちゃんと貸し出しますみたいなことをやると、今なんで石炭なんかに金を回すんだ、お前は地球温暖化をなんだと思っているんだという圧力がその環境団体からうわーっと銀行に殺到することになるので、銀行はね、いや、うちはもう貸し出せませんからねみたいな対応を取らざるを得なくなっちゃったってことがあるんですね。で、その結果として、石炭の炭鉱とかがこうバタバタバタ潰れていくということが、まず起こっているわけなんですよ。しかも昨年から、このコロナ禍ってものが発生してですよね。これでもって一旦世界の需要は大きく減退するってことが起こりましたから、これでですね、バタ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 とこう炭鉱とかが潰れ、もともと供給力が下がってしまったっていうことがあるんですね。ですからそこからですね、今こう需要は回復期に入ってきたってことになるんだけれども、需要が回復期に入った時に動いている炭鉱が少ないっていうことになるので、そうなると供給量は少ない、それでも欲しい人はたくさんいるってことになるので、値段が爆上がりするっていうことが起こっているわけなんです。さらに石炭を悪者にして、石炭なんかダメだダメだダメだとやったがために、世界的に石炭から
天然ガスへのシフトがどんどん進んでいるっていうこともあって、それによって天然ガスが不足しているという側面もあるんですね。さて、経済には各企業が自由競争をやって最も効率的に金儲けやろうみたいなことを考えている、この自由主義経済というものが一方にあります。で、他方においてですね、そんなね、金儲けとかっていう汚いことを考えているのがそもそも汚らわしいんだと言ってね、これが正しいやり方でしょ、この正しいやり方の通りに経済を動かさなければいけないのですと考える、統制経済という考え方があったりするわけなんですね。で、今のエネルギー価格のこういう上昇というのは、これはまさにこの統制経済的考え方を世の中にボワッと押し付けたことによる反作用なんだということを、我々はね、ちゃんと理解しないといけないって思うわけなんですよ。で、私ね、従来から SDGs って社会主義だってまあよく言ってたんですけれども、言ってる意味がなかなかね、分かってもらえなかったりしたんですけどね、今回のこの事態を受けて、なるほど、 SDGs は社会主義なんだっていうふうに思ってもらえるようになったかもしれないな、なんて、考えています。今後の流れなんですけれども、こういう形でその統制経済の流れを強めたがために、スタグフレーション、インフレになりながらも失業率も高いまんまとどまってしまうという最悪の経済状態にどんどん今世界は向かっているんですね。そしてこのスタグフレーションに落ち込んだ経済を見て、ほら、資本主義はやっぱりついに最後の限界に到達したのだというような形で、社会主義の運動が強まって、ますます統制経済を強化していかなければいけないという言論が広がってくるんではないかということに、私は強烈な警戒心を抱いているっていうことになります。必ずやろう、日本最高、浅香豊でした。チャンネル登録もどうかよろしくお願いします。